だから若鷹は特別扱いされたいのかって言ったら、高野花はされたくないですって、じゃあマサルはってされたいですって言うぐらいいやもうだから正直でいいんじゃないの。そう、だから一連の話を聞くと本当にもうだから鷹の花にはそういったところは本当に真面目っていうかもう一徹でしたよ。でもまあ本当に勝に関しては現代子だったよね本当に、うん、なんかあるとすぐね勝の場合には焚きつけるか本当にお前何でもかんでも言うなよお前お前勘弁してくれよっていうところいっぱいありましたよ本当。なんかあったらママーとか言われてお前ママじゃねえだろみたいなね。それ聞いたら怒るね。誰？いや誰かおかみさん。違う。おかみさんすいませんでした。違う違う。